シャーロック・ホームズのお気になさらぬよ。これはするが敬語でなさるです。ぬというのはないですね。で、当然未然形のあですから、なさらぬよ。ここで問題なのは、先生、なされないはどうなんですか？そうですね。なさらないの方がやはりいいですと。微妙に変化している過程を申し上げますと、このご無理なさらず、これはご無理なされないようにはそんなに変に聞こえないし、使っている理由を考えてみますと、なさるというのはますとかつけるときにはなさりに変化します。なさりであれというようなつながり方で、そしてなさりがなさいませって音便で言いやすいようになさいませ変わりますね。そして、この否定形をつけるのであればなさいませんようにとこう言います。はい、ですからこの辺のこう説明というか、これしか私にはできませんが、そう理解していただきたいと思います。次です。どう思いで、これも敬語の基礎みたいな、相手の方に属するもの、持ち物にせよ、それから、ご家族とかそういったようなものには「お」とか「ご」をつけます。で、どうお思いで、あと省略です。敬語の省略をやっぱりイメージします。いらっしゃいますか、ですからどうお考えでって言えば大変やっぱり敬語になりますので便利ですね。お何々になる、これも文章を考えるのが相当間違えずに楽にできますし、最上級の敬語ですので、これをどなたにでも使われるといいと思います。で、今巷をのうのうと歩く何百もの人間も、とうに自らの犯罪の報いを受けていただろうに、巷ですが、巷は町の中、雑踏の人がたくさん町ですのでね、います。その巷の中、のうのうと、のうのうというのは束縛から解放されて気分がゆったりとした様子、気持ち、そういうのを表しますね。で、その何百もの人間、どういう人間かというと、とうに、とっくに、とうの昔に、自分の犯罪の報い、罰ですね、受けていただろうに。にはあと気持ちの省略として残念だ。驚きのあまり何々するという、驚きは
名詞です。このように名詞化する方法として、イの音、エの音に変える。イから悲しみ、形容詞ですね。喜び、喜ぶ、喜び、名詞になります。動くが動き。A は考え、調べ、教え、流れ。調べは、もう特に調べは終わっている、ね、が教えをいただきまして、そういうこれね、中国から来ているものだと思いますが、面白い使い方ありますよね。例えば、傘立てとか筆立てとかありますね。これ名詞なんですね。こういうふうな名詞の作り方、傘を立てるんですね。それで傘立てで名詞と。たとえ何々だとしても何々ない、たとえ何々としても何々ない。たとえ金庫を掘り当てたとしても、これほど喜びに満ちた顔はできないだろう。ワトソン博士の言葉です。掘り当てた、この文章で金庫を掘り当てたとして、それから前回の人となり、これを説明いたします。これは生まれつきのその人の持ち前の人柄、これが人となりです。おそらく人となる、人となっていく、人となり。研究に勤しんでいた。この勤しむは、専念する、あるいは一生懸命に研究する、励む。ね、当座の問題。当座は、物事に直面したその場、差し当たりとかがしばらくの間、ね、いかなる時もこの一点いかんで文章は終わっていますが、によるの省略、いかんによる、いかがお過ごしですかの漢字はこれでございます。